はい、おはようございます。栃木のたけしの城です。今日は8月の5日です。昨日はね、もう、ほぼ1日雨でね、何もできなかったんですが、今日はね、曇りです。で、ちょっと朝早く起きましたんでね、昨日開封しましたこの SSD ですね。この SSD を以前買いました、NEC のねサーバーに取り付けていきたいと思います。で、何回も言ってますけど、このね NEC のサーバーは Windows 11ですね。Windows 11を入れて、今ノートパソコン使ってるんですが、それとちょっとバトンタッチさせようかなと思ってます。これ3000円なんですよ。3000円でもね、まともに動きますからね、すごいよね。これをノートパソコン代わりに使うっていうのもね、ちょっと邪道なんですが。はいはい。で、この SSD どこについてるかっていうと、この辺です。はい、わかりますかね。こんな感じでね、2.5 インチ米が あります。で、これをね、パカッと、よっこいしょ、外しますと、こういうふうにね、ハードディスクが2つ入るようになってます。これ下だったかな、下だね。これ、これを押すんだよね、確か。あ、違う、引っ張る？あ、違うの、押すんだよな。あ、押すんだ。はい。はい、押して、ちょっと引っ張りますとね、出てきますんで。よっこいしょ。よっこいしょ。よいしょ、はい、出てきた。よっしゃ。あんまりね、強く引っ張ると配線が切れてしまいますので、はい。はい、こんな感じで入っております。大丈夫かな？映ってるかな？ちょっとバックさせようか。よっしゃと。結構重いんですよ、これ。6、7キロあんのかな。はい、こんな感じで、ね、出てきてます。で、これただはまってるだけなんですよ。実は、ね、ネジ止めするようになってるんですけど、ネジがありませんので、ただここに 2.5 インチ米に差し込んであるだけです。で、こういうふうになってましてね、ここに入ってカチャッとロックされるという形になっております。で、この 両側にね、1、2、3、4、ビスを入れるね、穴がついてますんで、そこに、こうハードディスクを、SSD か、SSD を入れて、横からビス止めをすると。ただちょっと今、ビス欠品してるんで、ビス止めしません。で、ハードディスク、ごめんなさい。SSD のハードディスクの規格は、SAS っていうね、SAS っていう規格になっております。で、普通のパソコンは、シリアル ATA かな、SATA っていうかな、っていう規格で、ちょっとね、ハードディスク互換性ありません。で、この、パソコンは、サーバーなので SAS、SAS 規格なんですけど、それをなんか、シリアル ATA、普通のパソコンでも使える規格に、なんか、改造してあるそうです。ですから、ディスクトップパソコンのディスクがそのまま使えるという形になっております。はい、で、これをね、今、よっこいしょ。これただ刺さってるだけなんで、あれ？よっこいしょ。これ刺さってるだけなんで、あ、抜けた。はい。これただ刺さってるだけなんでね、ぐちゅっと。さすがにね、データを高速で大量に流しますんで、そう簡単には、
あの抜けないようになってますよね。びっくりした。あれなんかロックカチッとロックあんのかなと思っちゃって、一瞬焦りましたけど、はい。でこちらもよっこいしょ、はい、こちら簡単に抜けましたね。これが電源ですね。こちらが電源でこちらが信号と、よっこいしょ、これを、はい、はい、これでね、ドライブの交換は終了です。でこれ、100ギガの方はね、120ギガか、あ、120ギガあったんだ。あ、120ギガならそこそこ使えたな。まあいいや、もう取り替えちゃったんでね、このまま使っちゃいましょう。はい、で、一応交換終わりましたんでね、これをこのままそっと、はい。ここになんかね、レールになってるんだよね。はっきりと レールっていう感じしないんですけど、ちょっとやっぱりずれると微妙に入んないみたい。よっこいしょ、はい、あ、これで入りましたね。はい、カチャッと入って、はい、これでね SSD の、写し替えが完了です。あ、これ120ギガあったんだ。上にこう100って書いてあったんだよね。これあれ何かに使ったのかな。なんでこれがあるのかもちょっと私うろ覚えでよく覚えて ないんですよね。確かあれか、中古で買ったノートパソコンにこれ入ってたのかな。で容量が小さいんで、やはり大きいのに変えて OS 入れて、で作り直したんかもしれないね。その時の余ったドライブだったんかもしれないですね。はい、そういうわけで、SSD 220GB から256GB か2頃に入れ替えました。これからね、OS をセットアップしていきたいと思います。で昨日ね、動画で言いましたように、このサウンドアダプターですね、サウンドアダプターもクリエイティブのサウンドアダプター届きましたんで、まあこれでねセットアップすればすぐ動くような状態になります。はい、じゃあね、これから、Windows 11を入れていきたいと思います。動画の方はね、一旦ここで止めます。よいしょ。ちょっとこれね重いんだよね。ノートパソコンにはならないよね。でもね、これ水冷なんで、結構静かなんですよ、ファンの音がね。普通あのサーバーですとでっかいファンがねブンブン回ってうるさいんですけど、これはね非常にお利口さんで おとなしいパソコンなんで、ちょっといいかなと思っております。まああのタクシーの場合はね、まあノートパソコンって言ってもこれ、仕事で持ち歩くとかっていうのはないんでね、ちょっと振ってみますか。はい、今あのノートパソコンのキーボードの上に、外付けのキーボードを載せてるんですけどね、まああの、こういう使い方してるんですけど、まあほとんど持ち歩きませんのでね、これでもいいのかなと。ただちょっと今気になってるのはこれですとデュアルヘッドにならないんだよね。デュアルヘッドにならないんで、これをどうしようかと、グラボを変えてデュアルヘッドになるようにまた改造していこうかなと思ってるんですけど、スロットもあるもんね。スロットもこれわかるかな、スロットも4スロット、拡張できるようになってますし、メモリーはメモリー2枚入ってん、3枚雑誌なんだね。デュアルチャンネルがなんか3枚入ってんのかな、もう入ってるんで、まあメモリーは32入ってるんでね特に問題ないんだけど、まああとちょっと考えてるのはグラボを
デュアルヘッドにしようかなと思ってるんで、まあその辺もまあ後で考えて、どうするかね。とりあえずこれシングルヘッドで、まあ Windows 11が動くようにしたいと思っております。じゃあ、動画の方はね一回止めます。お付き合いありがとうございました。SSD の取り替えです。で今ね蓋開いた状態なんですけど、これも蓋外したんですけど、なぜか元に戻せなくなりました。どっかのレールに入っていくんだよね。レールになってて、そこにこう爪が乗っかって、入っていくんですが、途中でどっか引っかかっちゃって戻せなくなりました。今もちょっと知恵の輪やってる状態なんで、まあこれもね、まあ徐々に元に戻せるようにしておきます。あ、そうだ、それと これだ ここがね欠品に なってるんですよ。ここがこういう目隠しになってるんですけど、これがね一つ欠品になってるんですけど、まあこれは別に問題ないんで、ドライブ入るようになってんのかな、ドライブ弁になってんのかな、これね、ちょっとよくわかんないんですけど、まあちょっと一箇所だけね穴が開いてると、まあそういう使い方になっちゃうんですけどね、まあこれから動くようにしていきたいと思います。SSD 感想の動画でした。お付き合いありがとうございました。